皆さんこんにちは。今回は、かなりリクエストが多かった、とある動画について取り上げます。よくある真相ウェブで発見されたと言われる動画なのですが、内容が非常に不気味であり出どころや作者についての情報が全くないのです。今回の動画については、ショッキングな映像となりますので閲覧注意でお願いいたします。以前から、多くのリクエストをいただいている動画がありまして、その動画というのが、What are you thinking? という動画です。とりあえず、その動画を見ていただきます。一応、一部カットはしておりますが、閲覧注意でお願いいたします。動画は2分弱ほどの長さで、覆面をかぶり、黒いビニールを身につけた人物が登場します。何かを話すわけではなく、淡々とこの人物を映し続けますが、途中で、ジャリジャリ、と変な音がしたり、挙動がおかしくなります。その後、何かを口にすると、吐き出すような動きをして、口の周りが真っ赤になります。そして、最後に逆さまに書かれた、What are you thinking?という紙をこちらに見せつけて終わるというものです。非常に不気味な映像で、血のようなものを吐き出していることから、何か拷問のようなことをされているのかとも考えてしまいます。彼が一体何を口に運んだのかはわかりませんが非常に気味が悪い動画であることは確かです。What are you thinking? 簡単に訳せば何を考えているとなりますがこれは視聴している私たちへの問いかけなのでしょうか。この動画、日本でも広まっておりまして検索してはいけない言葉としても有名ですので、知っている方も多いでしょう。ウィキでも、何らかの犯罪に巻き込まれたのではないかと思われる、と記載されており、普通の映像ではなさそうです。この動画、真相ウェブで見つかったと言われており確かに現在アップされている動画には、ディープウェブビデオ、と記載されています。何か犯罪絡みの映像が、真相ウェブにアップされており、それがなぜか出回ったとすれば、かなり怖い話ですね。しかしながら、皆さんもご存知かと思いますがこの手の怖い動画には、真相ウェブの動画であるという噂はありがちです。よくあるパターンとしては、映画の不気味なシーンを切り取って真相ウェブさんだということが多いのですが、今回の映像も、何らかの元ネタが存在する可能性があると考え、調べてみたのですが、元ネタは見つかりませんでした。そもそも、一体どこからこの動画が出てきたのかすらわからないんですよね。このことから、この動画に関しては詳細が一切わからない謎の動画となっています。真相ウェブから出てきたという話もあながち嘘ではないと思えてきますが、この動画に映る覆面の人物は一体何をしているのでしょうか。さて、今回はこの謎の動画についてできる限り調べていきたいと思います。これ、結構多くの人から調べてほしいというリクエストをいただいておりましたが、詳細が全くわからないんですよね。内容的にも不気味なものですし、何の意図で作られたのかわからないというのが一番怖いですね。さて、この動画は2年ほど前にアップされたものが現在も残っておりますが、これが初出ではないようで。コメントには、オリジナルが削除されてしまった、というようなものがあり、これは転載された動画だったと思われます。転載元はすでに削除されていたようで、いつ誰がアップされたものなのか、掲載元の情報が見つかれば何かわかるかもしれません。この動画、何人かの YouTuber に取り上げられており、それらのコメント欄に何か手がかりがあると考え、調べてみました。取り上げている人の中で、再生数が多い動画から調べていくと、ググンリーパー、という人物が2016年にアップしたものだという情報がありました。この名前で検索してみると、こちらのチャンネルがヒットしますが、謎の動画が1本だけアップされております。同じく覆面を被っているので、何か関係があるのかと思ったのですが、これ以外に手がかりはないようです。アカウント作成日を見ると、2020年となっていたのでおそらくあの動画をアップしたチャンネルではなさそうですね。一度アカウントを削除したのではと考えたのですがこれ以上何か情報が見つかりそうもないので、この方は関係ないということにします。で、
さらに調べてみると2016年よりも古い動画が存在していた形跡がありました。こちらまた別の YouTuber がアップした動画ですが、I'm Dazed という人物によってアップされたものだとスクショ付きで紹介しています。投稿日は2015年となっており、現状見つかった中では最古の動画です。で、2015年当時アップされたものは真相ウェブさんだと書かれておらず、別の噂が詳細に書かれています。簡単に説明しますと、ゴミ捨て場から見つけた IBM コンピューターがあり、その中のデータに What are you thinking.avi という動画ファイルが入っていたそうです。その動画ファイルが今回のあの奇妙な動画だったというわけです。この方がアップしたのが最古の動画であって、話している内容が事実だとすると、出どころは古いパソコンに入っていたものだったということになります。しかしこの話に関してもコメントで指摘がありまして、古い IBM コンピューターという点に関してです。 IBM PC は一般に普及する前に発売されていたパソコンであり、1981年から1990年まで開発されておりました。で、そのようなパソコンに入っていたのが What are you thinking.avi で、 AVI 形式の動画ファイルなのですが、これは Windows 標準のファイル形式であり、1992年に導入されたものです。 IBM PC の OS はそもそも Windows ではないですし、AVI ファイルの導入時期もずれております。さらに、この時代のパソコンはコマンドラインで操作を行うもので、動画ファイルを表示したり、保存するようなことはしなかった、というコメントもありました。このことから、古い IBM コンピューターに動画ファイルが入っているとは考えづらいのです。仮にこの人物がアップしたものだとすると、動画や噂もこの人物が創作したものである可能性が高いです。現状、この動画についてわかることは以上なのですが、もしかするとこの人物がアップするよりも前に存在していた可能性もあります。2021年時点のコメントで、オリジナルは10年後に削除された、という情報がありました。これが事実であれば、10年前にオリジナルが存在していたということになり、2015年よりも前にアップされています。ただ、ネット上で2015年よりも前にアップされていた形跡が見つからないので、あくまで参考程度の情報になってしまいますが、もしかすると、2015年以前からオリジナルが存在していた可能性はあります。果たして、この得体の知れない映像は、この人物によってアップされたものだったのか、それよりも前に存在していた謎の映像だったか、謎が残る映像となっております。いかがでしたでしょうか。例のスープ動画もそうですが、真相ウェブさんという噂は嘘であるものの、出どころ不明の謎の動画という事実はありますので、不気味な映像であることには変わりないですね。